豆田町に着きました。今日土曜日なんですけど、人がそこまでいないからゆっくり回れます。で、 GoTo クーポンがあるので、いろいろと美味しいおかきとかもあったから、いろいろ巡ってみたいと思います。下駄のお店に来ております。見てください。こんなのってなかなかない下駄です。豆田町にはすごい昔ながらの町並みもそうだし、お店もありました。下駄のお店とか、おまんじゅう屋さんとか、おかき屋さんとか、あとなんかまな板とか、あとね、豆田町杉が有名らしくて、杉で作られてるものも、たくさんね販売してありました。で、日田駅からだと車でもうほんと10分くらい進んだところに豆田町があるので、ここも観光にはかなりおすすめです。人もそんなにいないから、本当にのんびりゆっくり観光ができるんですけど、商店街の通りなんですけど車の量がちょっと多いので、そこだけ気をつけてもらったら大丈夫かなと思います。駐車場も無料で止めれる場所がいくつかあるので、料金とかもいらずにね、気にせず止めることができます。で、今からちょっともう暗くなってきたので、ホテルの方に向かいたいと思います。豆田町にある朝日まんじゅうっていうお店に来ました。なんか人がすごい並んでて、で、有名なのが栗まんじゅう、栗そばまんじゅうっていう、これで朝行ったんですけど、出来たてで今めっちゃあったかいので、今いただきたいと思います。いただきます。出来たて、うん、ま、周り餅じゃないんだ、栗はぎっしり、おいしい、マジでおいしい。で、日田にあるいいちこという浄水場に来ております。見て、すごいね、なんかお酒の匂いというか、パンの発酵してるような匂いが漂ってます。ここが二次仕込み室です。
すっごいでかい。色が全然違う。はい、ということで今大分にいるんですけど、大分ですっごくすっごく美味しい唐揚げ屋さんをご紹介したいと思います。それがこちらです。じゃーん、大分唐揚げです。はい、お箸はどうしましょうか。5個。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もらいました、唐揚げ。醤油味とあと塩を買ってます。今から食べます。焼きたて、イエーイ。そう、見て、超冷える。美味しそう。大量。塩が一番人気だったっけ。塩が一番人気。いただきます。